トレハル級整骨院院長の吉丸です。お願いします。本日は、リウマチも東洋医学なら改善できるについてお話したいと思います。リウマチの患者さんがですね、症状があって、行くとことすればですね、病院とか、整形外科、大学病院、市民病院ということになると思うんですが、そういったところでですね、科学的なね、診察診断を受けて、原因が分かるかというと、原因が分からないわけですよね。原因が分からない、ね。1番目、病院西洋医学では原因が分からないので根本治療ができないわけですよ。根本治療ができない。そうするとどうなるかというと、薬でコントロールということになるんですね。薬でコントロール、ね。免疫抑制剤や、痛み止め、ステロイドとかね、処方されて、そういったものをね、飲んでですね、治らないんで、痛みとね、うまく付き合っていきましょうね、病気とうまく付き合っていきましょうねということになるんですよね。それはそうですよね。病院西洋医学科学、ね、ではですね、原因がわからないんで治しようがないということなんですよ。治しようがないとね。もちろんですね、リウマチっていうのは東洋医学からしても、難病ですが、こちらなんですよね。 WHO 世界保健機構ですね。世界保健機構、国連ですね。国連がリウマチは鍼灸治療が有効だと、これはもう認めてるんですよね。インターネットなんかで、調べてもらうと出てくるんですが、国連、WHO 世界保健機構がリウマチは鍼灸治療が有効だとね、そのように言ってるわけですよ。もう一つは、鍼灸保険適用なんですよね。鍼灸保険適用ね、これは日本国内で鍼灸治療が保険適用になるっていう疾患は数少ないんですが、ね、本当はもうね、めちゃめちゃいろいろなるんですが、残念ながら、日本国内が認めてるね、鍼灸治療の保険適用は少ないんですが、リウマチもですね、実はその数少ない鍼灸治療の、中に、鍼灸保険治療の中に入ってるわけですよ。これはどういうことかというと、西洋医学、病院、大きな病院行ってもお手上げなんで、鍼灸治療さん、よろしくお願いしますねということなんですよね。もちろんですね、リウマチは難病なんで、鍼灸治療でもバシバシ治るというわけにはいきませんが、時間をかければ西洋医学、病院よりは必ず改善することが可能ですね。当院にもですね、リウマチと診断されて、長年薬を飲んでた患者さんもですね、鍼灸治療を受ける、につれてですね、痛みがなくなったと、それで、無事、薬をやめることができる患者さんっていうのはいくらでもいますね。いくらでもいますよ。2番目、東洋医学なら原因はあるんですよね。東洋医学なら原因はあるわけですよ、リウマチに対して。一応難病ですけどね、大変な病ですが、東洋医学なら原因があるわけですよ、その原因にのっとってやっていけば改善の傾向は見られるということですよ、東洋医学っていうのは体の体質を変えたり機能を高めるのが得意なんですよね。体の体質を変えたり機能を高めるのが得意、これはどういうことかというと、リウマチになる患者さんとリウマチにならない患者さんがいるわけですよね。じゃあこれは何でかというと、病院西洋医学ではわからないわけですよ。なんでこうなってしまうか、なんでリウマチになってしまうかっていうのがわからないわけですよ。でも東洋医学ではリウマチになりやすい患者さんの体質っていうのが把握しているわけですよ、その体質をリウマチにならない患者さんの体質に持っていくわけですよね。そういったことで症状を改善していくわけですよ、症状をね。もう一つはリウマチになりやすい患者さんの体質っていうのはどこどこが弱いためにリウマチになるっていうのがあるんですよ。その体の弱いところを機能を高めてリウマチになりにくいようにやっていくんですよ、そんなことができるんかっていう話なんですが、東洋医学っていうのはこの地球上で4000年やってるわけですよ。4000年ね、
日本国内では1400年の歴史があるわけですよ。1400年の歴史が。ね。ね。だから、論より証拠で、リウマチの患者さんはこのように治療すれば改善しましたよという膨大な資料があるんですよ。膨大な資料。その事実に基づいて治療するんですよ。事実に基づいて治療するんですよ。ね。西洋医学、病院っていうのは、科学で診察診断するんで、わけがわからないことがたくさんなんですよ。人体っていうのは科学で 20% しか分かってないんですよ。ね、80% はあれだけ大きな病院で、あれだけ大きな機械があって、立派な施設があるけど、80% は原因がわからないわけですよ。ね、でもですね、東洋医学は我々ちっぽけな治療院ですが、大学病院でも治らない患者さんもバンバン治してますよ。バンバン。なぜ治せるかというと、歴史があるからですよ。東洋医学には東洋医学には歴史があるんですよ。3000年4000年、日本国内では1400年もやってるんですよ。だから難病も改善できるわけですよね。リウマチに限らずですね、大学病院で治らない患者さんね、バンバン治してますから、バンバンね。それは我々はね、歴史があるからね、歴史があるから強いんですよ。ね、立派な、ね、機械とかないですけど、立派な機械なんて人体は解明できませんから、 現時点ではね。少々熱くなりましたが、まあ、論より証拠ですよ。東洋医学は論より証拠、ね。西洋医学、病院っていうのは理論ばっかりなんですよ、ね、治せないのにね。薬でコントロールって書きましたが、薬って何からできてるか知ってますか、ね。薬っていうのは自然界にないもんなんですよ。自然界にないもんね。じゃあどうやって作るかというと、石油から作ってるんですよ。石油から、石油から人間が人工的に石油の副産物で作ってるんですよね。要はプラスチックと同じようなもんなんですよ。プラスチックと同じようなもんね。原因がわからないのにプラスチック飲んでるわけですよ。プラスチックね、一生治らないですから、そんなことしてもね。もし、ね、少しでも改善したいと思うなら、ぜひ東洋医学の門を叩いてくださいよ。ね、病院西洋医学よりは絶対に改善させますから。ね、リウマチでお困りの患者さんはですね、東洋医学専門、ここ非常に重要なんですが、東洋医学専門の治療院に行かれることをお勧めします。以上です。